日本産だけ高すぎるのに、なぜこんなにも需要があるの？皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。日本のフルーツは品質が高く、海外でも大人気。特にリンゴやブドウ、桃、梨、イチゴなどは海外へ大量に輸出されています。今回ご紹介するのは、日本でイチゴ狩りを体験したアメリカ人女性のエピソード。彼女はアメリカのスーパーに並ぶ日本のイチゴを見て、高すぎると感じていたのですが、日本でイチゴ狩りをしてみたところ、これまでに食べていたイチゴとの違いにとても驚いたそうです。それでは早速ご覧ください。世界が驚く日本のイチゴ。私の名前はブレンダ。シアトルに住む20代のアメリカ人よ。温暖な気候で緑豊かなシアトル近郊は昔から農業が盛ん。中でもフルーツは全米最大規模の収穫量を誇り、特にリンゴやサクランボが有名なの。そんな環境で育ったこともあり、私は子供の頃からフルーツが大好き。特にブドウやリンゴ、バナナなんかは朝食によく食べているわ。しかもフルーツは美味しいだけじゃなくて健康にも良い。ビタミンが豊富で免疫力を上げてくれるし、お腹の調子も良くなるの。私は肌が綺麗ねって褒められることが多いのだけれど、これもきっとフルーツを毎日食べているおかげよね。そんなある日のこと、私はいつものようにスーパーへ行き、朝食用のフルーツを選んでいた。するとちょっと変わったイチゴを見つけたの。形や大きさが揃っているし、色も良い。美味しそうだなと思い、私は値段をチェックした。そしたら、なんと1パックで$16。他のイチゴの3倍以上の値段がついていたの。どうしてこんなに高いの？そう思い、改めてイチゴを見てみると、それは日本産。美味しそうだけれど、こんな贅沢なイチゴを買えるのはお金持ちだけだと思った。それにイチゴはカットしてフルーツサラダやヨーグルトに入れたり、スムージーやジャムにして食べたりするものでしょう。だから大きくて形が整っていてもあまり意味はないし、そんなものにお金をかけるのはもったいないわ。結局私はそのイチゴを選ぶことなく、手頃な値段のバナナを購入した。それから数日後、友人のケイトが日本旅行のお土産を持って我が家にやってきた。日本ではいろいろなものを食べまくったわ。寿司に天ぷら、お好み焼き、とんかつ。ラーメンも何度か食べたけれど、スープの種類がいろいろあって美味しかったわね。彼女はスマホの写真を見せながら、旅行中に食べたものを次々に紹介してくれた。でもね、今回の旅行で一番美味しかったのは、かなり意外なものだったの。ねえ、何だと思う？何だろう。うどんとか、そばとか？残念、外れ。実は日本で一番美味しかったのは、フルーツなの。え？フルーツ？彼女の答えに私はとても驚いた。だって日本のフルーツは数日前にスーパーで見かけたばかりだったんだもの。日本のフルーツが美味しいだなんて聞いたことがないわ。私がそう言うと、彼女は日本のフルーツについて得意げに話してくれた。日本にいる間は毎日のようにフルーツを食べていたわ。ホテルの朝食ビュッフェではフルーツが食べ放題。フルーツパーラーで食べたフルーツの盛り合わせや、カフェで食べた旬のフルーツのパフェも色や形が美しくて、見ているだけで幸せになったわ。わあ、素敵。まるで宝石のようね。彼女が見せてくれた写真はどれもすごく綺麗で、本当に美味しそうだった。
でも日本のフルーツって高いんじゃないの？私もこの前スーパーで日本のイチゴを見かけたけれど、他のイチゴの何倍もの値段だったわ。ううん、そうでもないわよ。確かにフルーツパフェやフルーツタルトとかは高いけれど、スーパーで売られている普通のフルーツなら結構安く買えるの。だけど味は抜群。アメリカのフルーツとは全然味が違ったわ。イチゴも食べたの？もちろんよ。スーパーで安く買ったイチゴを夜にホテルの部屋でそのままパクパクと食べていたわ。え、そのまま？そうよ。アメリカ人はイチゴをタルトやパイの材料にすることが多いけれど、日本では生のイチゴをそのまま食べるのが一般的だと店員さんに教えてもらったの。ブレンダはイチゴが大好きだから買ってきてあげたかったけれど、残念ながら持ち込めなかったのよね。あれは本当に美味しかったのにな。彼女は日本のイチゴを相当気に入ったみたいで、イチゴを思い出しながらうっとりと話していた。いいな、私も日本のフルーツを食べてみたいわ。この際だから思い切って日本に行ってみようかしら。絶対に行くべきよ。日本のフルーツは飛び上がるほど美味しいんだから。よし、私も日本へ行くわ。私は日本のフルーツを食べるために日本行きを決断。すると彼女は素敵な情報を教えてくれたの。イチゴが好きなら新鮮なイチゴをたくさんゲットできるイチゴ狩りに参加してみたら？日本では12月から6月くらいまでイチゴ狩りを楽しめるの。品種によってベストシーズンは異なるけれど、1月から2月のイチゴは特に甘くて美味しいらしいわよ。何それ、すごく行きたいわ。帰ったら夫に相談してみる。帰宅後、夫にイチゴ狩りのことを話してみると、夫も日本のイチゴに興味津々。今度の休みに早速日本へ行こうと言ってくれた。ネットで調べてみて分かったのだけれど、日本のイチゴ狩りは外国人にも人気があるみたい。しかも料金がとても安くて、どこもだいたい2000円くらいの値段で体験できるそうよ。アメリカで日本のイチゴを買おうと思ったら、もっとお金を出さないといけない。たったの2000円でイチゴを収穫し放題だなんて、日本は恵まれた国なのね。そして旅行当日、私たちは外国人向けに英語の情報が用意されているイチゴ農園に向かった。やっぱり日本のイチゴ狩りは人気みたいで、ファミリーやカップル、友人グループなどいろいろな人たちが来ていたわ。それと印象的だったのは、ビニールハウスでイチゴが作られていたこと。アメリカにもイチゴ狩りはあるけれど、屋外のだだっ広い畑で収穫するスタイルだから、日本のイチゴ狩りとはかなり雰囲気が違うのよね。この農園で育てているイチゴは一種類じゃないみたいだよ。へえ、イチゴの品種なんて今まで気にしたことがなかったけれど、どんな違いがあるのかしら。説明書きを読んでワクワクしながら、私たちはイチゴ狩りが始まるのを待った。そしてついにイチゴ狩りがスタート。ビニールハウスの中に入ると、甘いイチゴの香りが漂ってきた。生い茂った葉の下にはツヤツヤとした赤いイチゴがいっぱい。その一つをつまんでみると、プチッという気持ちの良い感覚が伝わってきた。よし、この調子で良いイチゴを選んでたっぷりと持ち帰るわよ。そう意気込んでじっくりとイチゴを選ぶ私。すると夫が、おい、あれを見てみなよと何かに驚いた様子で声をかけてきたの。え、どうしたの？私は彼の視線の先を追った。そしたらなんと、イチゴ狩りに参加していた子供たちが摘んだばかりのイチゴをその場でパクッと口に入れたの。
実は日本のいちご狩りはその場で食べることができて、ほとんどの場合は食べ放題。もらった容器に詰められるだけ詰めて、その場では食べずに持ち帰るアメリカのいちご狩りとは随分と違うわよね。私はその子供たちに習っていちごを一つ食べてみた。その瞬間、甘っ！口の中に広がったのは強烈な甘さ。私が今まで食べてきたいちごは甘みがほとんどなくて酸っぱいだけのものだったし、それが普通だと思っていたからすごく驚いたわ。しかもそのいちごは決して甘ったるいわけではなく、甘みと酸味のバランスが絶妙なの。いちごってこんなに甘かったのかと、私の隣で同じように驚く夫。私たちは初めて経験するいちごの甘さに感動した。ところで、このいちごは何という品種なの？紅ほっぺだってさ。この農園では一番多く育てている品種みたいだね。ねえ、他にもいろいろな種類のいちごがあるから、次はあっちにも行ってみようよ。そうね、他の種類もどんどん食べましょう。次に私たちが食べたのは秋姫という品種。紅ほっぺとは違って少し細長い形をしていて、食べてみると柔らかい食感だった。紅ほっぺに比べると甘さは控えめだけれど、これはこれで美味しいわ。うん、すっきりとした甘さだからいくらでも食べられそうだよ。私は甘みの強い紅ほっぺの方が好きだけれど、夫は秋姫が気に入ったようでパクパクと食べ続けていたわ。その次に食べたのはアイベリーというひときわ大きな品種。私の口は大きい方だけれど、それでも一口では入りきらないくらいの大きさだった。何これ、香りがすごいわ。一口かじるだけで濃厚な香りとジューシーな甘さが口いっぱいに広がっていく。フルーツって大きいと大味になりがちだけれど、このいちごには甘みがぎゅっと凝縮されていたわ。その後も私たちはビニールハウス内を回り、さまざまないちごを食べ比べた。品種ごとにこんなに違いがあるなんて、いちご狩りに来たからこそ分かったことよね。ん？あれは何かしら。お腹もだいぶ満たされてきた頃、私は近くにいる女性グループがいちごに何かをかけていることに気がついた。かけてみますか？私がまじまじとその様子を見ていると、その中の一人が英語で声をかけてきた。これは何ですか？練乳ですよ。日本ではいちごに練乳をかけることも多いんです。彼女に勧められて、私たちもいちごに練乳をかけてみることに。すると強烈な甘さに私は目を見開いた。あれはもはやフルーツというよりもスイーツ。味に変化が生まれることで、最後まで飽きずにいちご狩りを楽しめるのも良いと思ったわ。他にはチョコレートソースや氷水を持ってきている人もいた。ビニールハウス内のいちごは少し温まっているから、氷水につけて冷たいいちごを食べるというのはナイスアイデアよね。こうして私たちはいちご狩りと東京観光を満喫してアメリカへ帰国。日本の美味しいいちごをアメリカへ持ち帰れなかったことだけが心残りだったわ。それから後日知ったことなんだけれど、生のいちごをそのままの形で食べる国っていうのは、世界の中でも中国や韓国、タイ、マレーシアといった一部のアジア諸国にほぼ限定されているんですって。だけどそれらの国々では、日本のような甘いいちごはあまり栽培されていなくて、酸味の強いいちごが主流なんだそう。だから糖度が高くてジューシーで大粒な日本のいちごはアジア諸国で大人気。中国や香港、台湾、マレーシアなどの高級スーパーでは、日本産のいちごが
1パック1000円以上で販売されていて、贈答用の高級品だと1パックが数万円なんてことも珍しくないそうよ。もちろんそんな高級いちごを買うのは高所得者層。海外におけるいちごの販売戦略では価格も重要なファクターってことなのね。それにしてもあんなに美味しいいちごをいつでも食べられるなんて、日本は羨ましすぎる。いちごのシーズンには毎年いちご狩りをするために日本へ行きたいくらいだわ。海外の反応。いちごを無限に食べられるなんて、いちご狩りって天国のような場所なのね。私も日本でいちご狩りをしたことがあるわ。美味しすぎて手が止まらずに30個以上も食べちゃった。約3年間日本に住んでいたけれど、アメリカよりも日本のいちごの方が断然好き。大きくて新鮮でものすごく甘いんだ。旬になるとスーパーでいつも買っていたよ。日本のフルーツは世界一美味しくて、フルーツのためだけに日本旅行をしたくなるほどだ。ただハイクオリティだけれど値段がちょっと高いんだよね。香港の富裕層の間では日本のいちごが大人気だよ。アメリカ産や韓国産のいちごは緑がかっていて、ボツボツとした種が目立つし、スカスカで美味しくない。一方日本産のいちごは粒が大きく色も真っ赤で高級感があるんだ。だけど庶民の僕が普段食べているのは安い韓国産のいちご。日本のいちごは年に一度食べるかどうかってくらいだね。まとめ。日本で栽培されているいちごは約300品種。消費者は季節や個人の好みに合わせて様々な味や食感のいちごを楽しむことができます。また技術革新と継続的な品種改良によって甘みが強く大粒で美しい新品種が次々に登場。さらに露地栽培よりも成長、収穫、出荷を早められる促成栽培技術など高度な農業技術が採用され、1年を通じて高品質なイチゴが供給されています。それから品質管理と鮮度保持も重要な要素。日本の農業者はイチゴの品質を維持するために独自の包装容器や輸送方法を導入しており、これによって海外へ輸送しても新鮮さが保たれ、消費者に最高の味わいを提供できるのです。財務省の貿易統計によると、日本のイチゴの輸出は右肩上がりに増加しており、2022年には輸出量も輸出額も過去最高を更新。日本のイチゴの海外人気は今後もますます高まっていきそうですね。外国人から衛生管理が徹底している、清潔であるなどと評価されることも多い日本の飲食店。その衛生観念の高さは海外の飲食店と比較してみると非常によくわかります。今回ご紹介するのは、食品衛生に関わる仕事に就いている韓国人男性が日本人の衛生観念に衝撃を受けたエピソード。それでは早速ご覧ください。日本の衛生観念を嘲笑う韓国人が衝撃の事実を知った結果。私の名前はビョンホ。40代の韓国人で、職業は公務員です。仕事の内容は食品衛生に関わること全般。食の安全確保に携わっているので、日頃から国内外の衛生観念についての情報はくまなくチェックしています。そんな私が先日驚いたのは、日本の食品衛生に関するネットニュース。なんとアジアの中でも特に治安がいい、衛生的などと言われることの多い日本で、焼き鳥の串を使い回していることが明らかになったんです。そのニュースを読んだ私は、一度使った串を再び使うなんて
日本人はどういう神経をしているんだって思いましたよ。韓国では飲食店でも家庭でも衛生面を考慮して金属製の食器を使う人がほとんど。日本で焼肉店などを経営する韓国人も店では金属製の皿や箸を使っていると聞いたことがあります。つまり韓国人はどこにいようと衛生観念をしっかりと持ち続けているんでしょうね。ですが韓国でも一昔前までは衛生観念の低さが大きな社会問題となっていました。しかし法律をたびたび改正したことで経営者の意識も着実に改善。今では韓国人は世界トップレベルの衛生観念を身につけたというわけです。それに引き換え日本は焼き鳥の串を使い回すほどのレベルの低さ。少しは韓国を見習ってほしいものだと思っていましたよ。そんなある日のこと、私がデスクで仕事をしていると上司が声をかけてきました。そういえば君のところのお嬢さんは日本の大学に留学中なんだって？はい、私としてはアメリカやイギリスなど他の国に行かせたかったのですが、本人がどうしても日本がいいと言いまして、あんな非衛生的な国はやめておくべきだと説得したんですがね。へえ、日本は非衛生的か。まあ君と争うつもりはないから何も言わないでおくよ。さて今日は駅前の繁華街で覆面調査だったね。しっかりと頼むよ。はい、もちろんです。私は上司の言い方に何か釈然としないものを感じながらも、いつものように若干の変装をした上で担当地区の調査に出かけました。飲食店では様々な料理をチェックしますが、その中でも私たちが特に注意しているのがキムチ。実はキムチって他の料理とは異なり、見た目から使い回しかどうかを判断するのが難しく、実際にその店へ客として入って注意深く観察する必要があるんです。その日2軒目に訪れた食堂で私はサムギョプサル定食を注文すると、4種類のキムチが小皿に盛られて提供されました。私は肉とご飯だけを食べると、トレイを下げてもらい、そのままレジへ。そしてゆっくりと支払いをしている時に、とんでもないものを目撃することになったのです。なんと店員は私が手をつけていないキムチの小皿を新しく来た客のトレイに乗せ替えてそのまま提供。そのトレイが客のテーブルに置かれたのを確認すると、私はおもむろに自分の身分を明かし、責任者を呼んでもらいました。その翌日、昨日はお疲れ様、久しぶりにキムチの使い回しが見つかったそうだね。ええ、確か食品の使い回しは3年以下の懲役、もしくは3000万ウォンの罰金でしたよね。きっちりと処罰を受けて反省してほしいものです。まあそっちに関しては検察に任せるが、君たちのおかげで飲食店の問題は日に日に改善されている。今回私たちが担当した地区では225箇所を調査して、違反があったのはわずか11箇所。そのうちの8箇所は客の食べ残しを使い回すという比較的軽微な違反だったわけだ。軽微といっても、客の食べ残しを使い回すといった不衛生な行いは見過ごせないですけれどね。とはいえ違反率が一桁というのはなかなか優秀。我が国の飲食店のモラルは年々向上しているようで嬉しい限りです。まあ店舗を構えている店についてはそうなんだがな。僕が違反業者の少なさに喜んでいると微妙な反応をする上司。何か他に問題があるんですか？と私は上司に尋ねてみました。実はいわゆる屋台などの小規模事業主については相変わらず問題が改善されていないんだよ。小規模事業主って、屋台などに財閥企業の子会社が入ってこないように作られた法律ですよね。
ああ、小規模というだけで様々な特典を受けていて、明洞などでは今年に入ってから年間130万ウォン程度の道路占有使用料を払うことになったが、それまではまさに無法地帯。過去の調査では対象となった8038店舗のうち、およそ 40% に当たる3198店舗で何らかの衛生的な問題が指摘されたというのだから穏やかじゃないだろう。 40% は結構多いですね。日頃調査している店舗との違反率の差に私はかなり驚きました。ここ20年ほどで韓国の食文化は大きく変化した。そしてそのほとんどが隣国である日本から入ってきたものだということは君もよく知っているだろう。急速な食文化の広がりに対して食に対するモラルや安全性が追いついていない。残念ながらそれがこの国の現状なんだよ。お言葉ですが部長、その日本だって食品の安全性については疑問に思うところが多くあります。先日はネットで日本の焼き鳥屋が串を再利用していることが話題になっていましたよ。ああ、そのニュースなら私も見たよ。だが実は日本と韓国では再利用に対する考え方に大きな違いがあるんだ。トンデムンシジャンやミョンドン、イデなどの繁華街にある屋台はほとんどが串や食材を再利用していると考えられているが、そもそも韓国の飲食店はなぜ再利用するんだと思う？それはもちろん原価を抑えて利益を上げるためでしょう。ですがそれは日本も同じなのでは？いや違うんだ。実は私は10年ほど前に仕事の都合で日本に住んでいてね。それから上司は日本の居酒屋で体験したことを少し懐かしそうに話し始めました。私は当時日本の居酒屋をすごく気に入っていてね。韓国の居酒屋と違ってメニューは全て金額を明記しているし、料理の味だって申し分ない。それこそいくらでも酒が飲めるほどだったんだ。それである時行きつけの居酒屋で店主とじっくり話をする機会があってね。上司の話によるとその店はカウンター席のみで10人ほどしか入れない小さな居酒屋。店主は一人で調理やアルコールの準備、洗い物、レジといった全ての業務をこなしていたとのことでした。でその時にたまたま店主が竹串の様子をチェックしていたんだが、先の方が黒く焦げていたことから使用済みの串だということが分かってね。そのことを店主に尋ねてみたんだよ。そしたら店主はこう言ったのさ。気になりますか？すいませんね。うちの店は30年以上も前から営業しているんですが、創業当時から料理の値段を変えていないんですよ。そのせいで何度も苦しい時期はありました。それでもうちみたいなボロい店をひいきにしてくれるお客様のため、味と値段だけは絶対に変えないでいこうと決めたんです。本来なら串の再利用なんて威張って言えたことじゃないんですが、どうしても原価が高くなってしまって、それで洗浄、殺菌、乾燥をした上で再利用できるものはさせていただいているんですってね。だったら金属製の串にすればいいのに。それは店主も考えたことがあるらしい。だけど金属の串であっても表面に細かな傷がついてしまえば、そこから菌が付着してカビが発生してしまうんだってさ。どうせ同じリスクがあるのなら昔ながらの竹串で焼いた方が焼き鳥だって本望。そう考えた店主は念入りに消毒して乾燥させてから竹串を再利用するようになったと話していたよ。その話を聞いた私は、店主は利益のためではなく客のことを第一に考えて削減できる経費を極限まで抑えているのだと思いました。そしてそれは韓国の屋台が行っている串の再利用とは明らかに目的が異なるとも思ったんです。そういえば 1,2 年前だったでしょうか、中央日報の取材を受けていたのは
ソウルの名物であるオムクコッチを売る屋台。そこでは竹串が当たり前のように再利用されていて、ネットでは賛否両論が渦巻きました。その結果、当局が一斉捜査に踏み切ったわけですが、なんと同地区でオムクコッチを販売していた5つの屋台すべてが竹串を再利用していたんです。中にはどす黒く変わった串を何本も使っていて、竹串を最後に購入したのがいつだったか覚えていないという強者も。彼らの目的が客のことより自分の利益であることは明らかですよね。ですが韓国でも2018年に衛生ガイドラインが制定され、食品の再利用に関しては日本よりも細かくルールが決められたはずでは。いやいや、君だってなぜ急にあんなガイドラインが作られたのか、その理由を知っているだろう。そう、原因となったのは2015年に世界中に発信されてしまった一本の YouTube 動画。あれを見てどれだけの人がショックを受けたことか。その映像に映っていたのは、韓国のとある飲食店で店員が客の食べ残しを専用の容器に入れるシーン。その作業が非常に手慣れた様子であったことから、習慣的に行われていたのではないかと指摘されてしまったんです。そして動画にはさらなるショッキングなシーンが映っていて、なんと昼休憩でまかないを食べていた店員は、自分の食べ残しを客に提供する料理を作る大鍋や炊飯器に投入したのです。これには多少のことでは驚かない国民もブチギレ。しかも動画では店の所在地が晒され、そこが世界的に有名な観光地だったことから、国外からも注目される羽目になってしまいました。当時の韓国政府は K-POP による世界進出に躍起になっていたところ、そんな時期に飲食店で日常的に客の食べ残しを再利用している国なんてイメージが定着したら最悪だってことで、ガイドラインを急遽作成し、食の安全を世界にアピールしたというわけなんです。だったら屋台の串問題もガイドラインを設けて。それが無理なんだよ。我が国には小規模事業主保護制度というものがある。彼らは様々な面で法律によって守られているんだ。君も暇があったらソウルの屋台街を見てみるといい。あそこで嬉しそうに商品を買っているのは何も知らない日本人か、地方から出てきたおのぼりさんくらいのもの。実情を知っている地元民は屋台に寄りつきもしないのさ。ああ、なんということだろう。これまで人々の衛生観念を向上させるために頑張り続けてきたのに、法律の前では自分が無力であることを実感し、私は虚しさを感じました。そして自分の利益を第一に考えるか、客のことを第一に考えるかで、再利用も全然違ったものになるとは、なんとも興味深い。私はこの件をきっかけに、日本の食品衛生に関する取り組みについて詳しく知りたくなり、娘に会うついでに実際に日本へ行ってみようかとも考えるようになりました。海外の反応。どんな国にでも綺麗なところと汚いところがあるものさ。韓国では実際残った料理を再利用する店は一つや二つじゃない。客が見ている前でもスタッフが残りの料理を再利用のために回収する店はかなり多いんだ。僕は食事が済んだら残飯を一箇所に集めて持っているよ。その方がスタッフも片付けやすいだろうし、何より再利用される心配がないからね。竹串の焼き鳥なんて古臭いよ。金属製の串の方がかっこいいのに。日本は韓国を見習ったら。昔の衛生観念は本当にひどかったが、今は韓国も変わりつつある。ニュースなどで再利用の実態が明らかになってよかったと思うよ。まとめ。ソウルの観測は串木材類の再使用制限に関する条例案を全国に先駆けて制定。その結果、
竹串再使用論争に火がつきました。韓国の条例は当初竹串の再使用を全面禁止することを規定。しかし区議会で議論が起こり、使用後に洗浄殺菌するなど常に清潔に維持管理された串木材類は再使用しても良いだろうという意見が出たため、使用済みの串はできるだけ廃棄するように誘導するという方向に条例は緩和されてしまいました。また現行の食品衛生法には串木材類の再使用を禁止する規定がないとのことで、竹串を再利用している屋台は今でも多いのではないかと考えられます。しかし新型コロナウイルスの流行を経て、衛生に関する人々の警戒心も高まっており、衛生に配慮すべき、再使用はありえないといった意見も増えているんだそう。韓国の屋台は外国人観光客にも人気のスポットなので、誰もが安心して観光できるようにするためにも、衛生管理の基準についてぜひ再検討してほしいものですね。皆さんは普段どのようにして音楽を聴いていますか？日常的に音楽を聴く手段として定番なのはサブスクリプションや CD、テレビの音楽番組など、またお気に入りのアーティストのパフォーマンスを生で見るためにライブやコンサートへ出かける人も多いことでしょう。今回ご紹介するのは、日本に留学中のアメリカ人男性が音楽を聴くためにある場所へ出かけたエピソード。ライブやコンサートではなく、できるだけ安く生演奏を楽しみたいと思った彼は、大学の友人である日本人男性に相談をします。するとその友人は、生演奏ではないものの臨場感のあるサウンドを楽しめる場所として、あるお店を紹介。アメリカ人男性はあまり期待をせずにその店を訪れたのですが、店内に一歩足を踏み入れた瞬間、その雰囲気に圧倒されたようです。友人が紹介したのは一体どのようなお店だったのでしょうか。早速ご覧ください。アメリカ人が日本式喫茶店に驚愕。僕の名前はダニエル、21歳のアメリカ人で、今は日本の大学に留学している。留学した理由は、日本に留学経験のある兄に勧められたから。今まで日本という国にはあまり興味がなかったけれど、こうして日本に来てみると面白い発見がたくさんあったから、日本に来てよかったよ。とはいえ、留学前の僕は世界の中心であり、他の国を引っ張っていくのは結局アメリカだろうと思っていた。だって世界的に活躍している企業や人物のほとんどはアメリカ人。もちろん日本も先進国の一員ではあるけれど、アメリカの二番煎じ的なことも多いような気がしていたんだよね。だから今回の日本留学では、アメリカが生み出した文化がどのように日本に浸透しているのかも自分の目で確かめようと思っていたんだ。日本に着いた僕の目に映ったのは、想像をはるかに超える発展した街並み。駅前には高層ビルが立ち並び、洗練された雰囲気のショップもあちこちで見かけた。でもそれらはアメリカでも見られるものであり、さほど珍しくはない。僕が何より驚いたのは、その街並みの清潔さや安心感だったんだ。道端にゴミはほとんど落ちていないし、壁に落書きもない。そんな街並みを目にしていると、不思議と心が落ち着いたよ。さらに僕が興味を持ったのは、日本食や日本建築、綺麗な公衆トイレ、丁寧な接客といった日本ならではの文化。それらはどれもアメリカにはないもので、来日からたった数日で僕は日本の虜になってしまった。そして日本に来て3ヶ月が過ぎた頃、日本での暮らしにも随分と慣れた僕は、休日の度に知らない場所へ出かけるようになった。アメリカに住んでいた時に僕が好きだったのはライブハウスに通うこと。高校の近くのライブハウスには、授業が終わった後に友人とよく出かけていたっけ。
僕は特定のジャンルにこだわりがあるわけではなく、生演奏に耳を傾けることが好き。大きなホールなんかじゃなくて、カフェやバーの隅っこで演奏しているピアノソロでも十分だった。とはいえ、僕はまだ日本に来たばかり。そんなイベントをやっている場所は知らないし、大々的なコンサートやライブとなるとチケット代も高い。そこで僕は大学の友人である周吾に相談してみることに。すると彼は思いもよらない提案をしてくれたんだよね。できるだけお金をかけずに生演奏を楽しみたいか。週末になると駅前で路上ライブをやっている人はよく見かけるけれど、いかんせん不定期だからな。そうなんだよ。できれば音楽を聴きたいと思った時にさっと行ける場所がありがたいんだよね。そんな都合のいい場所があったかな。そう言って考え込んでしまう周吾だが、しばらくすると何かを思いついたようで、パッと顔を上げた。そうだ、ジャズ喫茶に行ってみたらどうかな。生演奏ではないけれど、かなり迫力のある音を楽しむことができるよ。それってジャズバーみたいなやつか。ジャズバーならアメリカにもたくさんあって、僕も何度か行ったことがあるよ。だけどああいう店ってお酒を飲まないといけないし、結構高くつくんじゃないか。そんなことはないよ。あくまでも喫茶店だからね。僕はいつもコーヒー一杯で2時間くらいはくつろいでいるよ。本当かい？それなら1000円もあれば十分に楽しめるじゃないか。一度試しに行ってみようかな。じゃあ大学の近くにおすすめのジャズ喫茶があるから紹介するよ。若いお客さんも多い店だから君も行きやすいと思うんだ。そう言うとお店の URL を LINE で送ってくれた周吾。それを早速見てみたが、写真もほとんどないシンプルなサイトだったため、店の雰囲気はよくわからなかった。それから数日後、その日は昼過ぎに授業が終わって時間があったので、周吾が勧めてくれたジャズ喫茶へ行ってみることに。だけど正直なところ、その時の僕はジャズ喫茶の魅力をいまいち理解していなかった。ジャズ喫茶というからにはジャズを聴けるのだろう。そして生演奏ではなくレコードを流しているとも周吾は言っていた。だがそんなものはスピーカーから流れるただの BGM に過ぎない。それだったら自宅で普通に音楽を聴いているのと変わらないのではと思ったんだ。それに今はデジタル音源が主流の時代。レコードなんて僕らのおじいちゃんの世代が使っていた音源だ。未だにそんな過去の遺物のような古い音源をありがたがっているなんて。やはり日本という国はアメリカの足元にも及ばないのだと呆れてしまったよ。紹介されたジャズ喫茶があったのは、今までに一度も足を踏み入れたことのない古い路地裏。ちょっと入るのに勇気がいったけれど、僕は思い切ってその扉を開けてみた。うわ、なんだこの音は。店に入った途端に聞こえてきたのは大音量のジャズ。誰かがすぐ近くでサックスを吹いているのかと思うほど迫力のある音だった。高らかに響くボーカル、美しいピアノの旋律、重厚感のあるウッドベース。それらはスマホのスピーカーから聞いているいつもの音楽とは全くの別物だった。だが改めて店内を見回してみても、どこにも生演奏をしている人はいない。やはり周吾が言っていたようにこの音源はレコードだったようだ。あ、レコードが飾られている。僕の目に留まったのはカウンターの奥の壁にずらりと並べられたレコード盤。カウンター席に座る常連っぽいお客さんはレコードジャケットを眺めながらマスターと談笑していた。もちろん音楽の邪魔にならない程度の声量でね。いきなりカウンター席に座るのはちょっと気が引けるな。そう思った僕は店の一番奥のソファー席へ。初めての場所と大音量に緊張していたのか、体に力が入っていたような気がするよ。だけど注文したコーヒーが運ばれてくる頃には、次第に音楽に身を委ねられるように。コーヒーの豊かな香りと独特の苦み、
そして店内に響き渡るゆったりとしたジャズに心が癒されるような気がした。アメリカには音楽とともにコーヒーを楽しめる場所なんてなかったよな。そんなことを思いながら他のお客さんたちを見ると、誰もが思い思いに音楽にふけっていた。薄暗い照明、レトロなインテリア、立ち込めるコーヒーの香り、そして素晴らしい音楽。こんなにも雰囲気のいい空間は初めてだった。ほとんどのお客さんは一人で来店していて、ただただ音楽を楽しむだけ。中には会話をしている人もいたが、極めて小さな声だったし、決して長話はしなかった。ああ、すごく落ち着くな。すっと目を閉じた僕は、しばらくの間、心地いいジャズのナンバーに酔いしれた。ここではお酒を飲む必要はないし、高いチャージ料を請求されることもない。もちろん、チケットを購入する必要だってない。好きな時にフラッと訪れて、コーヒーと共に音楽を楽しめるなんて、最高の場所だと思ったよ。そして僕が何より驚いたのは、レコードが醸し出す何とも言えないアナログな音色、時折入るバリバリとした雑音さえなんだか愛おしく感じられた。デジタル音源では絶対に聞くことができない味わい深い音楽、喫茶店でありながらこんなにも上質な音楽をたしなむことができるなんて信じられなかったよ。はじめこそ戸惑いながらジャズ喫茶に飛び込んだ僕。しかし今となってはすっかりジャズ喫茶はお気に入りの場所になった。最近では月に 2,3 回は都内各所のジャズ喫茶へ。人が集まっているにもかかわらず静かな空間でリラックスした時間を楽しんでいるのさ。生演奏とお酒を楽しむジャズバーならアメリカにもいっぱいある。だけどジャズ喫茶のような場所はアメリカだけじゃなくヨーロッパにもなかなかないだろうと思った。ところがネットで調べてみるとそうでもないみたいでね。今や日本のジャズ喫茶は世界に広がっているらしい。その理由は海外のジャズバーでは生演奏が一般的であり、レコード音源を静かに楽しむスタイルが外国人に新鮮に受け止められたから。また黙って音楽を聴くというのはコロナ禍にぴったりの娯楽。そのためコロナが流行していた頃にはアメリカやオーストラリア、ドイツなどではジャズ喫茶に影響を受けたリスニングバーが続々とオープンしたそうだ。あと来日した海外ミュージシャンたちがジャズ喫茶を訪れて、それを SNS で発信したこともブームのきっかけになったらしいね。例えば僕の地元であるニューヨークでは2022年3月にイーブスドロップというリスニングバーがオープン。オーナーは YouTube で日本のジャズ喫茶の存在を知り出店を決めたらしい。あるインタビューでは、客を踊らせるのではなく聞かせようとするのが新鮮で音楽とレコードへの敬意を感じたと語っていたオーナー。バーの奥にある高級スピーカーからはジャズやファンクのレコードが流れ、リラックスしたお客さんたちが静かに耳を傾けているんだってさ。それからドイツのベルリンにあるライノセラスも日本のジャズ喫茶から着想を得たというリスニングバー。クラブカルチャーが盛んなベルリンでリスニングバーを開くというのは結構意外な感じだよね。日本生まれのジャズ喫茶という音楽文化が海外でどのように受け入れられているのかは僕としてもすごく気になる。留学を終えて帰国したらアメリカにあるリスニングバーをぜひ巡ってみたいと思ったよ。レコードという古き良き音源を今でも大切にしている日本。最初は古臭いと思っていた僕もその良さがだんだんわかるようになってきた。ジャズ喫茶の素晴らしさがこれからも世界に広がっていくと嬉しいな。海外の反応。ジャズはアメリカが生んだ音楽なのに今ではジャズといえば日本になってしまったね。アメリカではスポーツやお酒が優先されるから音楽を聴くバーという発想は残念ながら生まれなかったんだろうな。音楽を聴きながら一息つけるような場所が僕たちにも必要だよ。
ニューヨークのジャズ喫茶に行ったことがある。いろいろな曲が流れていて知らない曲ばかりだったけれど、ゆっくりと自分の時間を過ごすことができた。あれはとても幸せな時間だったな。音楽を静かに楽しむという分かりやすいコンセプトはどの国でも受け入れられると思う。ジャズ喫茶はこれからも世界中に広がっていくだろうね。ジャズを聴くと日本を思い浮かべる人は多いんじゃないかな。特に日本のゲームにはジャズがよく使われていて、そのどれもが他では見られないスタイルなんだよね。まとめ。近年ではレコード音源鑑賞を主とするジャズ喫茶は衰退し、経営形態は多様化。ジャズを聴きながら酒を飲むジャズバーや、定期的にジャムセッションを開くジャズライブバー、若年層や女性をターゲットとしたレストラン風の店なども増えています。また海外でジャズ喫茶に影響を受けたリスニングバーが増える一方で、日本国内でもレコード人気の再燃とともにジャズ喫茶は再び注目を集めているんだそう。土日の東京では満席で若い人が外で列を作って待っているジャズ喫茶もあるといいます。ジャズ喫茶の一番の魅力は現実逃避ができる場所だということ。外の世界から遮断された空間で大音量のジャズを浴びることで、音楽がもたらす甘美な快感に酔うこともできますし、日頃抱えている精神的な苦痛や悩みが解消されることもあるでしょう。また読書をしたり、タバコを吸ったり、何も考えずにぼーっとしたりするなど、誰からも干渉されずに思い思いの時間を過ごせるのもジャズ喫茶の良さ。敷居が高そう、常連さんしか入れなさそう、お店独自のルールがありそうといった理由から敬遠している人もいるかもしれませんが、初心者でも入りやすい店は意外に多くあります。大声でのおしゃべりやスマホでの通話を控えるなど、最低限のマナーを守ることができれば、あとは音楽を楽しむだけ。ジャズ喫茶に興味を持たれた方は、普通の喫茶店と同じ感覚でぜひ気軽に入店してみてくださいね。日本は何を食べても美味しい国だと言われることがあります。実際に日本を訪れた外国人はいろいろな日本料理を楽しんでいるようです。世界でも有名な日本料理といえば、お寿司、天ぷら、焼き鳥、ラーメンなどがありますよね。こういった料理はすでに世界共通語として浸透しています。それに食べ慣れた外国人が、日本料理はもう飽きたと言ったりしているようですが、まだまだ世界に知られていない日本料理はたくさんあるはずです。そして今、日本料理の中でも庶民の味として親しまれているものが世界中で話題になっています。あるフランス人女性はその料理にはまり、その料理なしの生活が考えられなくなったのだとか。それほどまでに彼女を虜にした料理とは一体何だったのでしょうか。世界で大阪の味がとんでもないことに。こんにちは、私はフランス人のセシルです。フランスに本社を持つ商社に勤めていて、毎日忙しくしています。フランス国内はもちろんのこと、ヨーロッパやアメリカ、アジア圏にも出張に行くことがあるんですよ。多い時は月の半分は海外にいる時もありますね。苦手な人もいるかもしれませんが、私は出張が大好きです。何度も行っているところでも毎回新しい発見があるんですよ。国内でもそうですし、海外だと毎回ワクワクすることの連続です。長時間のフライトで疲れることもありますが、現地で美味しいものを食べたら元気になれるんですよね。だからいつでもどこでも美味しいものを探している気がします。現地へ行くたびに、まだまだ知らない食べ物があるんだなっていつも感じています。そうそう、先日日本にも行きました。日本ってすごく美味しいものがたくさんあるんですね。日本滞在中は毎日が本当に幸せでした。どの店に行っても美味しいものが食べられるし、コンビニで売っているデザートやお弁当まですごく美味しいんですよ。
フランスでも日本食は有名ですし、日本料理店もあります。でも、やっぱり本場で食べるものは違うなと思いましたね。日本への出張は初めてだったんですが、現地でサポートしてくれた日本の方はすごくよくしてくれました。毎日おいしいお店を紹介してくれたし、慣れないところには一緒に行ってくれたんですよ。彼女がいたから初めて食べるものにも挑戦できたんだと思います。その代表がお好み焼きです。名前は聞いたことがあったし、フランスにもお好み焼きを出すお店があるとは聞いています。でも見た目に抵抗があって、今まで避けていたんです。あれって小麦粉を溶いて焼いたものですよね。だから最初はパンケーキみたいなものだろうって思っていたんですが、ネットで見た画像は全然違っていたので驚いたんです。なんだか茶色くて形も整っていないし、何より作っている時の映像が衝撃的でした。ぐちゃぐちゃに混ぜた生地の中にお肉とか魚介類が入っているんですよ。見た瞬間に、え？甘くないの？って声が出ちゃいました。そこからはなんとなく得体の知れないもののように思えて、食べようという気にならなかったんですよね。私の周りには食べに行く人もいたんですけど、感想を聞いてもいまいちな反応が返ってくることがあって、フランス人の口には合わないんじゃないかとも思っていました。それで日本に来てから同僚が誘ってくれた時も乗り気になれなかったんです。同僚は少し心配そうな顔をしていましたね。私は何でも美味しく食べる方だから、その私が避けるって何事だろうって思われていたのかもしれません。それで思い切って事情を話すことにしたんです。あのね、前にお好み焼きに誘ってくれたことがあったでしょ。うん、あまり乗り気じゃなかったよね。ひょっとしてお好み焼きが嫌いなのかなって思ってた。嫌いっていうか、一度も食べたことがないの。でもなんとなく食べる気にならなくて。そうなの？てっきり味が苦手なのかと思ってた。いまいちだなって思うのは見た目？そう、いびつな感じとか、パンケーキっぽいのにお肉や魚介類が混じっているところとか、何よりドロドロの生地の得体が知れなくて。ああ、確かに外国の人は結構そんな反応だね。じゃあさ、お好み焼き以外にもメニューがあるお店に行ってみるのはどう？そう言ってお店の紹介ページを見せてくれました。お好み焼きがメインのお店のようでしたが、彼女が言うように他のメニューもいろいろあったんです。焼きそばや焼き鳥、おにぎりなどカジュアルな日本食が多かったですね。それを見ていたらどんどんお腹が空いてきて、お好み焼きはともかく他の料理は美味しそうだし、行ってみようかなと思えてきました。就業後、同僚と待ち合わせて紹介してくれたお店に向かいました。そのお店はこじんまりしていて、パッと見は何のお店か分かりません。日本語が読めるなら大丈夫なのかもしれませんが、私一人だったら多分入らなかったでしょうね。カウンター席と少しのテーブル席があるそのお店は、入った途端にとてもいい匂いがしました。空腹を刺激して口の中で唾液があふれるような匂いです。何？このお店すごくいい匂いがするんだけど。あれ、ソースの匂いは好きなんだね。なら絶対このお店は気に入ると思うよ。そう言われて期待に胸が膨らみました。お店の匂いを嗅いでいるだけでお腹がギュルギュルと空腹を訴えます。テーブルにあったメニューは日本語でしたが、同僚がいてくれるおかげで難なく注文できたのはありがたかったですね。私が注文したのは焼き鳥と焼きそば、同僚は豚の入ったお好み焼きを頼んでいました。幸いなことにお好み焼きは厨房で焼いたものが出てきました。あの生肉が混じったドロドロを見るのが少し嫌でしたから、最初の難関をクリアした気分だったんですよ。私の目の前に置かれた料理は茶色だらけですけど、どちらも美味しそうな匂いがしていました。
同僚の前には謎のいびつなパンケーキもどき。やっぱり美味しそうには見えません。でも匂いだけは素晴らしく良いんですよね。私は自分の焼き鳥と焼きそばを美味しく食べながらチラチラと同僚の方を見ていました。そうしたら一口勧めてくれたんです。私の視線が気になったのかもしれませんけど。一口食べてみる？好きな味じゃなくても一口なら平気でしょ？そう言われて覚悟を決めました。今にして思うと大げさすぎますよね。でもその時は本当にそんな気分だったんです。同僚が切ってくれたお好み焼きはなんだか不思議な断面をしていました。思い切って口に入れるとふっくらとした食感に少しシャキシャキとしたキャベツ、ほんのり甘みもありました。あれ？悪くないぞ。そう思ってもぐもぐしているともう少し食べてみたい気分になってきたんです。かといって同僚にもう一口なんて言えませんし、でもすでに焼き鳥と焼きそばを食べているから追加でお好み焼きは食べられそうにありません。どうしたものかと悩んでいると同僚がメニューを指さしました。そこに載っていたのはミニサイズのお好み焼き。なんて素晴らしい計らいなんでしょう。少しだけ食べてみたい私にぴったりです。途端に嬉しくなっていそいそとミニサイズのお好み焼きを注文しました。そして目の前に出されたお好み焼きが私の思い込みを一気にひっくり返したのです。一切れ食べるごとにふっくらとした味わいとソースの旨味が口の中に広がります。もう一口、もう一口、まだ食べたい。そう思っているうちにお好み焼きを食べきってしまいました。食べ終わって一番に思ったのはああもう食べ終わってしまったです。少し前までよくわからないものとして避けていたのが嘘のようです。焼きそばもソースが絡んでとても美味しかったのですが、お好み焼きはそれ以上に素晴らしかった。お好み焼きの余韻に浸る私を同僚は微笑ましそうに見ていました。少し恥ずかしかったですけど同僚には本当に感謝しかありません。お好み焼きを知らずにいた私はどれだけ不幸だったことでしょう。そう思うと日本にいる間しかお好み焼きが楽しめないのかと悲しくなってきます。その気持ちを振り切るように翌日からは暇さえあればお好み焼きを食べ歩いていたんですよ。そのうちお好み焼きといってもいろんな種類があることを知りました。私が最初に見たのはお肉を生地に混ぜ込むタイプでした。他にも生地の上にお肉などの具材を後乗せするタイプもあったし、クレープみたいな生地の上に焼きそばを乗せる広島風というのもありました。謎なのはもんじゃですね。あれはお好み焼きなのかわからなかったんですけど、美味しいからまあいいかと判断しました。今回は仕事で来ているので東京近郊しか回れませんでしたけど、次は本場と言われる大阪や広島にも行ってみたいと思いましたね。同僚曰く本場で食べるお好み焼きは格別らしいですから、今から次の日本出張が楽しみなんです。結局最終日までお好み焼きを堪能し、空港でもお好み焼きを食べ、出発ギリギリまでお好み焼きに浸ることができました。フランスに帰国してからは大変でした。なんせ前日までひたすらお好み焼きを食べていたんですから、あの美味しい食べ物を突然奪われた、そんな感じです。どうしても我慢できなくて、以前フランスでお好み焼きを食べたことのある友人にも聞いてみました。いくつかお店を教えてもらったんですが、残念なことにどれも期待外れに終わったんです。というのもそれらのお店の経営者が日本人じゃなかったんですよ。だから日本のお好み焼きとはほど遠いものしか出てこなかったんです。最初はそれに怒りを感じていましたね。これはお好み焼きじゃない、お好み焼きを名乗るなとまで思っていましたから。それで
なんとかしてフランスでもあのお好み焼きを食べられないか、いろいろと調べることにしたんです。そうしたら、パリに日本人にも評判のお好み焼き屋さんがあるのを発見しました。見つけた時は踊り出したいくらいでしたよ。しかもお店をやっているのが日本人なんです。これはもう美味しいに決まってますよね。幸いなことに私の暮らす町とパリはそう遠くありません。だから休日に行ってみることにしました。そのお店はオコムスという名前でした。2014年にオープンしたお店ですが、なんと流行の発信地と言われるマレ地区にお店を構えているんですよ。そこで8年以上も続いているなんてすごいことだと思います。日本人の店主はこだわりを持って経営しているようで、お好み焼きは豚、エビ、イカの具材だけでした。日本でも定番の具材ですよね。フランスに出店されているお店は大抵フランス人の好みに合わせているので、変な具材が入っているのが多いんですよね。オコムスは日本のお好み焼きを貫いているのか、シンプルなメニューは逆に安心感を持てました。後で聞いた話によると、店主は美味しいものを作ろうと思っていますけど、フランス人好みにあえて寄せていくことはないと言っているそうです。私のように日本の味を食べたいと思う人にはとてもありがたいことだと思います。オコムスで実際に食べてみたお好み焼きは、まさに日本で食べたものと同じ美味しいお好み焼きでした。ふっくらとしたお好み焼きにソースがたっぷりかかって、少しの鰹節とマヨネーズが混じると、まさに幸せの味でした。フランスでこの味が食べられるなんて今でも信じられない気持ちです。感動に震えながらもぐもぐとお好み焼きを堪能していたんですが、他にもメニューがあることに気づきました。枝豆、レンコン、きんぴら、焼きそば、生姜焼き、どれも日本滞在中によく目にした料理です。オコムスにはそんな日本料理が20種類以上もあったんですよ。これは食べてみるしかないですよね。そして注文して出てきた料理はどれもすごく美味しかったです。シンプルに見えて、でも手間をかけてあるのがわかる優しい味わいに心が温かくなる気分です。それでもやっぱり一番はお好み焼きなんですけどね。たっぷり堪能してお店を出ると、オコムスに入りたお客さんの列がありました。きっとみんなお好み焼きを楽しむんだと思います。ちなみに日本人の皆さんは眉を潜めるかもしれませんが、フランス人はお好み焼きにワインを合わせるんですよ。なんとなくオムレツを食べている気分になるからかもしれません。これも後で知ったんですが、オコムスはパリを代表するほどの有名店でした。あれだけ美味しいものを提供しているんだから当然ですが、日本の味を貫こうとするのは並大抵ではなかったと思います。日本から遠く離れた地で買える食材も違うでしょうし、道具も違います。最初は日本の味がフランス人に受け入れられるかも不安だったでしょう。それでも日本の味を守りたい、そう思って頑張ったんだと思います。それがあるから今私がこの味を堪能できているんですよね。本当に感謝しかありません。店主はうちに来るお客さんはお好み焼きを食べるのが一生で一回かもしれないからと、一生で一回だけのお好み焼きになっても満足できるように心がけているそうです。そんなお店でお好み焼きを食べられた私は幸せ者ですね。今ではちょこちょこ通うようにもなりました。そういえば後日仕事でロンドンに行ったんですよ。なんとそこにも日本人が経営するお好み焼き屋さんを見つけたんです。おかんという名前のそのお店はなんとロンドンに3店舗も構えていたんです。けどこれって結構すごいことですよね。日本好きな友人曰く、店内は日本の居酒屋にいるような気分になれるんだとか。
日本語の標識とかタペストリーも壁にあったので、確かにそれっぽいと感じました。日本好きな人からすると日本にいる気分が味わえて楽しいんじゃないでしょうか。パリと同じようにロンドンにも日本料理店は数多くあります。でもこれほど庶民的なお店はない気がします。やっぱり日本食といえば寿司とか天ぷらとか、ちょっとお高いめのものが思い浮かびますからね。でも日本が大好きな人たちはこのお店のような普段から日本人が食べている料理にこそ興味があるんじゃないでしょうか。そのお店にあるのも日本の庶民的な料理ばかりで、お好み焼きはもちろんのこと、たこ焼きやチューハイ、漬物もありました。何を食べても美味しかったですし、とても人気があるのか、出張中に何度行ってもほぼ満員だったんですよ。それだけこのお店の出す料理が美味しいからなんだと思います。私もお気に入りに入れたくらいですから、次にロンドン出張が入った時も絶対このお店でご飯を食べようと思っているんですよ。そうそう、イギリスとお好み焼きっていうと、何年か前の G7 サミットを思い出しました。日本の広島で行われたサミットの合間に各国の首脳がお好み焼きを食べる映像を見たことがあります。その時はイギリスのスナク首相がお好み焼きを焼いていたんですよ。そのことが報道されて、より一層イギリスではお好み焼きが人気になったんじゃないでしょうか。パリのお店もそうですけど、ぜひとも味を変えずに日本の味を貫いてほしいですね。日本のソースメーカーが出した調査結果によると、海外にあるお好み焼き屋さんは2021年時点で430店舗だそうです。多いと思いましたか？少ないと思いましたか？これ実は結構なスピードで増えているんですよ。2016年には世界で300店舗だったそうですから、そこから 1.4 倍に増えているんです。特に多いのはやはり日本の隣国である韓国のようですね。でも欧米でも人気が高まってきて徐々に増えているみたいです。アメリカのラジオ局の有名レポーターもお好み焼きにハマったという話がありました。最初はおかしな名前、おかしな味、おかしな見た目と思って受け入れられなかったそうなんですが、2度目に食べた時なぜかハマってしまったんだとか。ボストン大学で日本文化研究をしている人も、最初は見た目が受け付けず好きになれなかったそうです。でも食べてみたら大好きになったらしいんですよ。日本文化に造詣の深い人でもそんな風に感じてたんだとびっくりしたくらいです。私もそうでしたけど、外国人からすると不思議な見た目をしている分、最初は受け入れにくいのかもしれませんね。でも食べてみるとそれまでの印象はガラッと変わり、大好きになるんだと思います。また日本に行ってお好み焼きのお店を巡ってみたいんですが、同時に他の国でも探してみたくなりました。せっかくいろいろと出張の多い仕事をしているんですから、その機会を生かしてまだ見ぬ美味しいお好み焼きに出会いたいと思っているんですよ。日本の同僚には心から感謝しています。彼女がいなければ私はまだお好み焼きを食べずに避けていたでしょう。勧めてくれたおかげで美味しいものを知り、以前より出張が大好きになったんです。楽しく仕事ができているのもお好み焼きのおかげですね。海外の反応。お好み焼きは大好きな日本食だよ。最近友人が作ってくれたんだけど、私のかけるソースの量が少ないって文句を言われた。日本人は美味しいものを作り出す天才だよね。今日お好み焼きを作ってみたんだけど、人生が変わってしまった。なんで他の人たちはお好みソースを使うんだろうと不思議に思ってたが、これが素晴らしい。これさえあれば他に何も必要ないほどだし、レシピも特に必要ない。これからの人生で毎日1回はお好み焼きを食べていくことにするよ。
今広島にいるんだけど、1日に2回お好み焼きを食べている。うますぎるんだよこれ。もともとどういう経緯で生まれたんだろうね。たくさん具材を混ぜて焼くだけ。まるで大学生の発明品みたいだ。以前日本に1年住んでいたよ。広島には独特のお好み焼きがあって、下の方の麺が見えるでしょ。ああするのは広島だけ。このスタイルを本当に満喫したよ。ボリューミーでソースたっぷりですごく美味しいんだ。また行きたくなってくるね。お好み焼きをひっくり返してって頼まれた人が人生で一番緊張した瞬間の一つだった。一緒にいたもう一人のアメリカ人は別のテーブルで大失敗してしまって、完璧にできた時は王者みたいな気がしたよ。まとめ。海外でも人気の日本食ですが、寿司や天ぷら、ラーメンはすでにポピュラーになってしまったのでしょうか。今回のように外国の人たちは新たな刺激を求めて日本のいろいろな味を楽しみ始めているようです。お好み焼きは日本人からすると昔からある庶民の食べ物ですよね。それが今になって注目されているのは少し驚きの事態です。まだまだ海外では知られていない日本の料理があるのかもしれません。次はどんな日本料理が流行を巻き起こすのか、ひょっとしたらあなたの好きな料理が話題を集めるかも。ぜひ日本料理の海外人気について注目してみてください。繊細な見た目が特徴で芸術品のようだと称されることも多い和菓子。季節の草花などをモチーフにした練り切り、宝石のようにキラキラと輝く琥珀糖、透明で涼しげな金玉感などの美しい和菓子は、熟練の和菓子職人の磨き上げられた技術と感性によって生み出されてきました。今回ご紹介するのは、日本を旅行したフランス人女性がある美しい和菓子に出会ったエピソード。彼女は母国の芸術に誇りを持っていて、日本は芸術的魅力が乏しい国だと思っていたのですが、その和菓子を見たことで日本の芸術の素晴らしさに気づくことができたそうです。それでは早速ご覧ください。フランス人が日本の芸術に出会った結果。私の名前はジャンヌ。パリに住む20代のフランス人よ。昔から芸術の都と呼ばれるパリは、芸術家を目指す人たちにとっては憧れの街。市街地や公園から商店街、住居に至るまで、人々の生活の中にはアートが自然に存在し、パリの街全体が美術館であると言っても過言ではないの。またルーブル美術館やオルセー美術館といった世界的に有名な美術館では、貴重な芸術作品の数々を展示。これらの施設は芸術愛好家や学者、観光客らにとって必見のスポットとなっているのよ。ちなみにルーブル美術館は、イギリスの美術専門誌ジ・アートニュースペーパーが2023年3月に発表した2022年に最も人気があった美術館・博物館ランキングにおいて1位を獲得。2022年の来館者は770万人を超え、これはコロナ禍前の基準値である2019年の来館者数を 20% ほど下回っただけなの。またフランスは国を挙げて文化芸術活動を支援。例えばフランスの子どもたちは美術館を無料で利用できるので、私たちは小さい頃から芸術に慣れ親しんできた。これ以上に素晴らしい芸術体験ができる国はない。私はそう確信していたわ。そんなある日のこと、芸術好きな友人の一人であるルイーズが、今度の休みに一緒に日本へ旅行に行かない？と誘ってくれたの。彼女は浮世絵や陶芸、歌舞伎といった日本の芸術も好きだから、現地でしか見られない芸術を見るために日本へ行ってみたかったんだそう。
だけど私は正直あまり気が進まなかったわ。だって日本はすごく遠い国だし、アジアの国にはなんだか怖いイメージがあったんだもの。それに日本の有名な芸術家って誰？フランスにはモネやミレー、セザンヌ、ルノワール、ゴーギャンなど世界的に有名な芸術家がたくさんいる。だけど日本には彼らと肩を並べるほどの芸術家がいるかしら。私は日本の芸術家の名前を一人も挙げることができなかった。じゃあ日本の代表的な芸術は何？って問いかけると、大抵の人はアニメや漫画だと答えるけれど、それもちょっと微妙だと思わない？確かに日本のアニメや漫画はフランスでも大人気。私の友人にもアニメや漫画を見ている人は多いわ。だけど私は日本のアニメや漫画がどうにも苦手で、子供向けでリアリティに欠ける絵柄を見ても何がすごいのかわからなかったのよね。もしもあんなものがフランスを代表する芸術だったらと想像すると、私はとても耐えられない。そんなんだから日本の芸術を見に行くことに対して私は何の魅力も感じられなかったの。だけど結局私はルイーズの熱意に負けて日本旅行へついていくことに。絶対に後悔させないからついてきて、と彼女は言ったけれど、私は半信半疑だった。でも結果的には日本へ行ったことは大正解。私は旅行に誘ってくれた彼女に感謝することになったのよ。日本に到着してまず訪れたのは太田記念美術館という浮世絵専門の美術館。浮世絵が好きなルイーズは大興奮で、歌麿や北斎の代表作を見ることができて感動したわ、と言っていたけれど、私は正直ふーんって感じで、その良さがよくわからなかった。その後も歌舞伎や日本庭園、日本刀など様々なジャンルの日本の芸術を鑑賞。日本庭園に関してはちょうど桜が満開で綺麗だったから私も楽しめたものの、それ以外はこれといって心を動かされるものはなかった。やっぱり日本に来たのは失敗だったかも。そんなことを思い始めていた日本旅行の4日目、次に行く場所はびっくりすると思うわよ、というルイーズに連れられて行ったのはある工房だった。工房内に飾られていたのはガラス製か陶器製と思われる置物のようなアート。それらは棒に刺さっていて小さな作品だけれど、すごく細かくて綺麗だった。日本ってガラス細工が有名だったの？そう思いながら作品に見入っていると、他の女性客が作品を一つ買っていた。ところが次の瞬間、彼女はその作品を口に入れたの。え？なんで？驚く私を見てふふっと笑うルイーズ。びっくりした？実はこれキャンディーなのよ、と彼女は嬉しそうに説明してくれた。私たちが訪れたのは飴細工と呼ばれるアートの体験ができる工房。ルイーズは YouTube でそれを知ったとのことだった。私も後でその動画を見せてもらったのだけれど、金魚やカエル、猫、犬などをキャンディーにしていてとても可愛らしかったわ。その動画が世界中で再生された回数は2000万回以上。コメント欄には世界各国から1万件以上のコメントが寄せられていた。私たちは体験コースに参加することに。しばらくすると飴細工職人の男性がやってきて英語で解説をしてくれた。飴細工は1000年以上の歴史を持つ文化。古くから日本で親しまれてきました。しかし近年は職人の数が減っていく一方、私たちはこの技術や伝統を受け継いでいくため、こうして皆さんと一緒に飴細工を楽しむ場を設けているんです。なんて素晴らしい文化なのかしら。私はそれまで日本人にとって芸術は身近な存在ではないと信じていた。だけどそんなことはなかったのだと気づかされたわ。職人さんはまず
飴細工の実演をしてくれたのだけれど、そこでも私は高い技術力に圧倒された。熱された鍋から柔らかくなった飴を取り出した職人さん、その飴を浮かせるため棒に巻きつかせたかと思うと、小さなハサミと手を使ってものすごいスピードで飴の形を整えていった。飴が柔らかいのは温かいうちだけ、だから急いで作業しないといけないんですって。伸ばして一度切り込みを入れると、丸かった飴の塊はいびつな形に変化、そして今度はハサミを使って器用に線をつけていった。ハサミは切るだけの道具じゃない。力の入れ具合を微妙に変えることで模様や形を表現することができるのね。もしかしてこれって魚？最初は何を作っているのかわからなかったけれど、だんだんと形が見えてきた。さっきハサミで作っていたのは魚のヒレ。少し形が分かってくると、そこからはとても面白くて、目玉やエラ、鱗の細かな形まで見る見るうちに表現されていった。作業が進むにつれてどんどん硬くなっていく飴。ほんの数分で飴の塊はリアルな魚に大変身してしまった。私たち今からこれをやるの？こんなの絶対に無理よ。日本人の器用さを目の当たりにして、私たちはだんだん不安になってきた。飴が固まったら今度は色を塗っていく作業。これがまたため息が出そうなほどに細かい作業だった。紅花の色素である食紅を使って色をつけていくのだけれど、筆がとっても細くて、それでも職人さんは上手に彩色を施していき、15分もしないうちに最高のアートは完成を迎えた。今にも動き出しそうなほどリアルだわ。しかもこれがキャンディーだなんて。短時間で作ったとは思えないような仕上がりの作品を見て、私たちは興奮しっぱなしだった。そしていよいよ私たちの番。さっき職人さんが作った魚は初心者には難しいとのことだったので、私たちは簡単なウサギにチャレンジすることになった。はい、どうぞ。熱いので気をつけてくださいね。席に着くと手渡されたのは、鍋から取り出したばかりの熱々の飴。90度くらいまで熱したという飴は予想以上に柔らかく、どうしても力が入りすぎてしまって思い通りの形に整えることが難しかった。実際に触ってみると、職人さんがどれだけ難しいことをしていたのかがよくわかったわ。やばい、固まってきちゃった。難しいわね。耳のサイズが左右で違っちゃったわ。あんなに熱くて柔らかかった飴がどんどん固まっていったので、私たちは大慌て。でもね、作業は本当に大変だったけれど、とにかく楽しかったわ。できた！結構いい感じじゃない？私の力作も見て。なかなか可愛いフォルムになったと思うの。私とルイーズはなんとか形になった飴細工を見せ合って笑った。もちろん職人さんのものと比べると見劣りするけれど、なかなか悪くない出来だったと思うわ。少し乾かして固まったら、次は色塗り。筆を持つ手がプルプルと震えるのを必死に抑えながら、少しずつ目や耳に色をつけていった。やっとの思いでウサギの飴細工は完成。多少不格好ではあるけれど、苦労して作った作品はとても愛着が湧いた。ちなみに2回目以降の参加者は犬や猫にもチャレンジできるとのこと。また日本を訪れる機会があればぜひ挑戦してみたいわね。その後、職人さんはこのように話してくれた。出来上がった作品は持ち帰っていただいても構いません。ですが飴細工というのは食べることで完成するもの。綺麗な作品を食べるのはもったいないと感じるかもしれませんが、美味しいのでぜひ食べてみてください。そうは言われても、こんなに美しいのにね。頑張って作った作品を食べてしまうことがためらわれて、私とルイーズは顔を見合わせた。だけど職人さんが言う通り、
思い切って食べてみることに。わっ、おいしい。ほんとだ。口の中に広がる優しい甘さ。職人さんが言っていた飴細工は食べることで完成するという意味が分かった気がしたわ。それから私は自分と家族へのお土産として手頃な値段のうちわ飴という飴細工を購入。その飴細工はうちわをモチーフにしていて、季節の和柄が描かれているの。春の絵柄は桜吹雪やひばり、カエルとオタマジャクシなど、透明の包装を破らずにそのままの状態であれば半年ほど経っても品質や味に問題はないとのことだったので、しばらくは鑑賞用として楽しむつもりよ。今回の飴細工体験は私にとって本当に貴重なものになった。だって日本の芸術があまり発展していないというのは私の思い込みで、日本は素晴らしい文化を持った国だということに気づけたのだから。これがきっかけで私は日本のことが大好きに、もっといろいろな日本の芸術に触れてみたいと思うようになったのよ。ジャンヌさんのエピソードは以上になります。飴細工は江戸時代中期に世の中に広まった文化。当時は楽器を鳴らしたり口上を述べたりしながら街中で職人が飴を売り歩いていたといいます。昭和の頃まではお祭りや路上で飴細工を売る人々の姿が全国各地で見られましたが、時代の移り変わりとともに飴細工を見かける機会は減少。はっきりとした統計はありませんが、飴細工職人の数は現在日本全国で100人に満たない状況となっているそうです。ところで飴細工は海外のネット上でもたびたび話題に。飴細工を紹介した YouTube や SNS には外国人から数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。あまりにも精巧な作りだから最初はガラスアートかと思ったよ。だけど実際はより扱いづらくて、しかも食べられる飴だったから驚いたね。こういうのを見ると日本人を尊敬せずにはいられない。日本人は食と芸術に誇りを持っていて、それが融合しているのが素晴らしい。日本の飴細工職人は最もクールな職業の一つだね。僕も弟子入りして飴細工でみんなを笑顔にしたくなったよ。飴の塊に命が吹き込まれていく様子に感動した。日本へ行ったらぜひ目の前で見てみたいね。もしも私がこの飴を買ったら、アートとして鑑賞するために立派なガラス容器に入れたいわ。飴だと分かっていてももったいなくて一生食べられないと思う。まとめ。2022年飴細工の文化的向上と後世への技術継承を目的として設立されたのが日本伝統飴細工協会。同団体は実演販売や体験教室を全国各地で積極的に行い、飴細工の魅力を広めようとしています。また2025年の大阪・関西万博では来日した世界各国の方々に飴細工のパフォーマンスを披露する予定とのこと。飴細工は日本土産としても人気なので、きっと多くの方に喜んでもらえることでしょう。飴自体は食べたらなくなってしまいますが、目の前で一から形作られた飴細工の思い出はずっと心に残ります。その思い出がこれからも世代を超えたものとなり、また日本人の美意識が随所に現れた素晴らしい文化の一つとして受け継がれていくといいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。